こんにちは、えっちゃんです。今回は3日間秋ちゃん生活。はい、見覚えある方もいらっしゃると思います。こちらの哺乳瓶、そしておしゃべり、こちらはですね、私が今までやってきた哺乳瓶生活、そしておしゃべり生活、両方ともね、めちゃくちゃ過酷だったが、めっちゃ痩せた、あれを私は忘れていない。アキちゃんの生活を3日間して痩せる。もうね、過去動画こちらですね。はい、哺乳瓶生活、おしゃぶり生活、そして離乳食生活、まあいろいろやってきたんですけど、もう制限なし、いくらでも食べていい。ただ赤ちゃんのようにおしゃぶりだったり哺乳瓶だったり離乳食しか食べちゃダメだから、固形物は基本食べれないと思ってた方がいいですね。カレーとかもルーだけ食べるとか、ミキサーにかけたものを食べるとかになると思います。まあとりあえずね、だから栄養は摂取できるから、まあ、健康に痩せられるはず。量がちょっと足りてないかもしれないけど。ということで早速3日間やっていこう。とりあえずもうあの時の記憶を呼び戻すため、一旦オレンジジュースいただきたいと思います。まあ朝ごはんですね、これが一旦初日朝ごはん。あのね、粒入りの温州みかんの美味しいオレンジジュースなんで、いただきます。うん、あー、思い出してきた。全然飲めない。でも本気で吸うとめっちゃ出てくるから、ここの筋肉めっちゃ使う。顔痩せ、哺乳瓶顔痩せ。昼ということで、まあ、昼というか、まあ、だいぶお昼過ぎなんですけど、まあね、初日ね、全然お腹すくわ。ドロドロの十分がゆぐらいの、しかも味超薄い卵がゆ離乳食みたいなやつと、あとかぼちゃのね、離乳食、まあ、かぼちゃスープみたいなやつですね。これもまたちょっとさっきペロッと舐めたんですけど、味薄い。そしてオーツミルク。まあこんだけね、食物繊維を取ればで、結構食べてる感あるもの多いから、お腹は一旦満たされるんじゃないかなと思います。いただきます。うん、味薄薄。そして食感のあるよ、スープよりはあるけど、ちゃんのおかゆってお米の存在わかるじゃん。これはなんかこうまろやかだねみたいな。もっと味濃いもの欲しくなるな。なんか今めちゃくちゃカレーとか食べたいもん。一旦お腹いっぱいになったかな。さあこの後ね、夜まで持つんでしょうか。まあ間でおしゃぶりでね、あのフルーツ入れてごまかせるかな。うん、はい、ということで案の定耐えられませんでした。夕飯の前にちょっともう一食、なんか買ってきたやつなんですけど、なんかいろんな野菜が、人参とかなんかいろんな野菜がちっちゃく入ってる。なんかもうよくわかんない、美味しい気がする。明日から2日間耐えられるかな。はい、ようやく夕飯を食べ寝るタイムです。お昼の残りのおかゆと、夕方もね、食べたレトルトの謎の離乳食ね、大量に我が家にあったオーツミルク。オーツミルクハマってるんだよね最近。じゃあ夕飯いただきます。うん、相変わらず味が薄い。うん、一番これが味濃いんだよね。ちょっと味が濃いというか、味を認識できる、ちゃんと美味しいなって感じます。なんか最近友達がね、赤ちゃん産んで離乳食あげてるの見てると、こんなレンゲじゃ食べれないね赤ちゃんね。口大きくてよかった。おはようございます。2日目朝です。朝ごはん、ご飯というか、はい、もうガチミルク、はい、ガチミルクではありますが、オーツミルク、はい、こちらをですね、朝の飲みします。
はい、いや、まさか哺乳瓶で本当にミルクを飲む日が、あれ、この前も飲んだっけ。いただきます。まあ、以前に比べて何が違くて何が楽かっていうと、ドリンクだけ。あと、おしゃぶりに関しては、あれね、あそこに入る分しか食べれないから超しんどかったので、離乳食はそんな言うほど、まあ、ちょっと足んないなけど、まあ食べたし気するなって思えてたから、全部使えるのはね、ほんと助かりますね。そして飲み慣れてきたから、飲み昨日より早い。はぁ、あ、140ml 飲み終わり。さあ昼ご飯じゃ、昼ご飯じゃ。まあ朝ごはんはあんまり、朝ごはんと呼べるものは食べてなかったんですが、まあそれの残りのミルクと、あとほぼ具の溶け込んだスープ、はい、こちらですね。まあ離乳食と言っていいんでしょうか。スープですね、飲み物状態ですね。具はあるんですよ、なくはないんだけど、ちっちゃい具が入ってます。はい、あ、でも美味しい。これだったらなんか食べた気絶対するわ。夕飯はなんかちょっとリゾットっぽいさ、なんかちゃんとお米の入ったもの食べようかな。はい、ちょっとね仕事したいと思います。仕事中はお腹空いちゃうんで、このおしゃぶりでごまかします。ぶどう、ちなみにぶどう美味しい。あとね、ジュースなんかも飲みつつやっていきたいと思います。はい、夜ご飯なんですけど、夜ご飯ね、ちょっととんちんかんなことしたいと思います。こちら離乳食ドロドロ。ただね、あの、あったかくしたんで、まあおかゆだよね、卵がゆみたいなのをかけに、こちら哺乳瓶で炭酸は飲めるの？わかんないけど、哺乳瓶にジンジャーエール入れた人要らんやろ。飲めんのかな。まずはいただきます。飲めるけど炭酸感じない、あんまり。なんかね、口の中に入ってくる瞬間に炭酸あるかなとは思うって感じかな。じゃあいただきます。離乳食、うん、味薄、ほぼない。まあかすかに味があるが、まあでも一番食べてる気はするわ。一杯目すぐなくなっちゃう、お腹空いてたから。あ、でもお茶碗2杯にすることによって2杯食べたという感覚があるから、これはかなりいいのでは。うん、うん、でもこの噛むっていうのがね大事。もうね、こうなったらお腹が空く前に寝るべきということで、もう寝支度しちゃおっかな。で、ちょっと仕事してお腹が空いたら寝る。おはようございます。ということで、もうめっちゃ眠いんだけど、お腹空いておきました。朝3日目、最後の朝ですね。お腹空いてるんだけど、慣れてきたとこもある。ではいただきます。3日目、昼。もうだいぶこの生活にも慣れたので、汁物というか離乳食と系のスープ系の汁物系とお茶いただきます。胃は小さくなってるのか、一食の量は少なくて平気。バブブーバブバブバ、いちご。3日目、夜。最後の晩餐、これ食べて体重計に乗りたいと思うんで、まあ、ちょっと少なめに一応しているリゾットスープみたいなやつに、あ、ちょっとだけ、やっぱり
米がちゃんと食べたいということで、もうブヨブヨ10倍がゆみたいな卵がゆです。いただきます。うん、リゾット味のやつはね、これの方が味あるんですよ。うん、美味しい。いやしんどかったな。でもやっぱ赤ちゃん生活ランキングつけるなら離乳食がやっぱ1位で、2位がおしゃぶり。あれね、フルーツ入れられるおしゃぶりはなんかね、ずっと口に入れとくから無駄に食べないし、お菓子よりはね、フルーツだったらいいよね。うん、なんか個人的にすごく良かった。で、一番嫌だったのがこれ、本当に飲みづらいし、これね、疲れるのよ。ちなみに飲み方のコツ、誰も参考にならない飲み方のコツ、息をまず入れて、パルスと空気があって、空気が入ってもうお茶が押し出されて飲みやすい。誰も参考にならない。ごちそうさまでした。ということで、まあ結構満たされてますね。胃がちっちゃくなったのと、この3日間、本当にね、体がね若干軽いで、あとね顔周りはね本当シュッとした気がするんで、きっと痩せたに違いないなと。初日と見比べてみましょう。こちら結構変わっちゃったんじゃない？3日でだよ。3日でパッと見変わるんだったら結構効果があったのだよ。では体重計乗ります。はい、体重計乗ってきました。まあそもそもね、元の体重何キロだったんだよみたいな話あると思うんですけど、元の体重が48キロちょうどぐらいだったんですよ。で、今乗って 46.2、 ご飯食べた後で 46.2 ってこと、結構2キロぐらい減ったんじゃないかなと。いや、なんか修行僧みたいな感じだったな。赤ちゃん生活ってつまり修行？肉とか魚も食べなかったし、主に野菜と汁と米？修行？すごい生活をしてしまった。まあなんか健康にある意味良かったのかな。断食まではいかなくとも、こういうね、こう食物繊維とか取って赤ちゃんのような生活をすると3日で2キロ減るということが分かりました。もう過去の赤ちゃん生活に比べたら全然楽だったので、もしダイエットしたいけど断食できない、なんか面白いことして痩せてみたいっていう人は離乳食縛りがいいかもしれません。あと顔痩せ哺乳瓶では、ちょっと変な検証みたいになりましたけど、3日間生活以上になります。私は痩せられてよかったです。皆さんまたお会いしましょう。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ちなみに Twitter もフォロワーもうちょっとで20万人なんで、フォローよろしくお願いします。ではみんな、バイバイ。